行くの？いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。八神の兄貴だ。八神の兄貴だって。いらしていただけますか。ああ、お邪魔するよ。でしたらこちらへ。するぜ。鉄装の兄貴って呼べばいいんだっけ。まあ座れよ。そっちのあんちゃんも。お邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ。桑名か、それとも北方先生。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや八神。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか。ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし。全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい。ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね。マミヤさんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。で、
そこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ。お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ？そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ？心当たりぐらいはあるんじゃないのか？便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ、名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか？まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。それは？警察の公安、公安筋の情報によると、沢先生殺害犯は公安、沢先生ん家周辺の防犯映像からは。そうやってバックに公安がついてるなら。いや待った、じゃあそもそも公安は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる。何？桑名、あんたは河合信也を教え子たちに拉致。河合は楠本玲子の息子充くんをいじめてた男で、あんたにとって裁くべき標的だった。ただ河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか？だとしたら何だ？彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中の。それが復讐殺人を事前に了承してたとなったら、どえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に着く。だから楠本玲子としては、そうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか？公安を使って。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから、下請けとして。それなら公安が RK をかばおうとする理由。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけど、そうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。確かに5年前俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。そしてお前の言う通り、間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで？その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合信也を殺した時、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ、俺と一緒に。彼女はその日から滅多に取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように、江原明宏と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のことを。浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。なんてこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日、俺は間宮君たちに、楠本さんが河合を殺した時、一緒にいたのは俺だけだ。
なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の言う、いや脅して、すもしかしたら公安が動くに引きずり下ろすだけなら正々堂々と。なるほどな。今の楠本さんはおまけに世論の後押し、若手からその分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言いまかされて、逆に言いなり。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握る？大臣は例えばの話だよ。力を持ってる。口の聞き方。黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱でいじめ加害者に復讐をしたらしいって。江原、楠本玲子も江原と同じ立場だ。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで二つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めれば、あとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい？警察に自首でもしろってか。出ないと彼女がなんで死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。
この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと？彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。おい、そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない、罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。俺たちの邪魔すんじゃねえ。よっからせやな。何分経ったっけ？結構経つな。止める？いや、気の済むまでやらせとけ。これもそれなりのコミュニケーションじゃねえのか？やろう。なるほど。とはいえここまでかな。うん、さすがにね。もう十分じゃねえのか。ああ、とりあえず終了です。何言ってんだ、止めんじゃねえ。いい加減にしなよ。覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。
いや、食えよ、二人とも。料理冷めちまうだろうが。これ作ってくれてんの、うちの上の人なんだよ。残したらまずいんだって。大丈夫。おいしい、おいしい。うん、うまい。やっぱうまいな。マジうまい。楠本玲子は公安に狙われてる側の人間だったってことか。ああ、その公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はある。ただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだ。その情報を持ってきたのはお前だろ。刑事がそう言ってたって。警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない。 RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからな。ただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ。公安つったら日本最強の情報機関だぜ。そんなのに追われたんじゃ逃げ切れやしない。俺もそう思うね。そうだ、よし、やっと話がそこにたどり着いたか。あ、ん、今あんたら二人がいがみ合ってて得すんのは誰だ。え、公安だよ。あんたらが足を引っ張り合ってるんで気づいた時には見つかって、奴らだが、もしあんたらがお互いに見えないところをカバーし合って RK その奥にいる黒幕を暴くことができ。なるほどね。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいい。分かった、俺はいいぜ。組むのは今だけだ。公安の方が片付いたらあんたのやってきたことも見過ごす気はねえからな。 OK、 じゃあ何から始める？もうこの勢いで公安に乗り込んじゃうとか。いや、まずは本当に敵が公安か見極めるところからだろう。ああ、腹をくくった行動はその後だ。向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らない。そこに何か奴らを出し抜く手があるかもな。いいコンビじゃねえか。本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ。盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ、まずそれを確かめてみるか。どうやって？彼女に直接電話してだ。今ここでか。ああ、そしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれん。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。そうだなって、おい、じゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくるのか。絶対ここでやんじゃないぞ。いや、その手は使えるよ。は？おい、兄弟、急に何言い出すんだ俺。八神さん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの？カイトさん、気悪くしない？うん。おい、なんだこれ、すげえうまいな。お、だろ？うまいか。あ、そりゃいい。やっぱお前違いが分かる男だな兄弟。クワナ、あんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ？5年前、河合を殺した晩が最後だ。お互いに番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ俺にも教えてくれ。ちょっと考えがある。あ、相手が本当に公安なのか罠を張って、あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るように、だからこっちの位置情報はごまかしながら、どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。もちろんなるべく人気のないところがいい。送り込ま…俺は分かった。まあそのうち杉浦君は…まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホは…じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし。
やっぱ張さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる。乾杯。八神さん、つくもくんがもう電話用意してくれたって。2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か、仕事が早い。おお、お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？僕まだちょっとやろうとしていることがの。ああ、まずこっちの一台のスマホで桑名に電話をかける。もう一台は楠本玲子にかけるんだ。でその二つをこうすれば、直接電話はつながってないけど音声は中継されてるから話すことができ。ああ、なるほど。それで？もし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとして、このスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない。こっちは危険を犯さずに、うん、もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。どこか人気のないところでやるよ。それでいてちゃんと相手の、うん、それならもうこんな夜遅くに人は今。場所は？清涼高校に行く手前です。よし、二人は。では僕はドローンを飛ばして桑名さんを捕まえに来る頼んだ。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうご。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。これか、つくもがい。こちらつくもです、八神氏。そちらの姿を確認しました。ああ、俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に。了解です。桑名だ。準備いいか？これから楠本で。あの人と話すのは。ああ、分かってる。いや、
はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え？驚かせて申し訳ありません。でもどうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか、わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとは。たまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。あの、ミツル君は？まだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか？もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか？あのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は？私に何か頼み事でもあるんですか？そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか？そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。で、その相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか？いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では。小さすぎるって。あ、くそ。俺らあのドローンを追わされてたのか。クアナってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ。足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ、引き上げだ。6人のチンピラに銃は1丁か。なんだてめえは。お前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。うわっ、何すんだこの野郎。
誰の指示でここに来た？せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな？桑名を知ってるみてえだな。これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら、ぶちかませ。まったくもう、どっからでも来な。誰の命令でここに来た？それは RK の上から。相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。そいつは桑名を見つけたらどうしろって？捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうに。はいくらもらえるかも聞いてねえのに。はあ、結局また何も知らねえ末端か。お前らさ、自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら驚く？はあ、公安って？周りのお仲間にも言っときな。RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。はい。失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。あの、こんな時間に何です？だいたいどうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ、私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております、坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。え？5年前に神室町から姿を消したんですがね。ご存知のはずですよ。満君の元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。桑名と矢上に忍び寄る影。
日本最大の情報機関である公安の狙いは厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。さすがつくも、よく突き止めたな。楠本満の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。で、たどり着いたのが東都大病院。ええ、楠本玲子は13年間ほぼ毎晩八神氏たちが彼女と直接会いたい。しかしよ八神、なあ、その相手は官僚のトップだ。それが殺しをやった。そんな秘密を隠すから他の誰かがつき、それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば、そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追える。確かに。ただ桑名さんは反対してるんだよね。ああ、だから今回は楠本玲子を直撃するってことだよな。そこは抜かりなく対策してますから。対策って？まあいいから。わかった。それじゃお前は RK に昔の知り合いとかいない？おい、お前な、元登場会で RK に出入りしてんのを何人か頼んだ。でも気をつけてな。抜かりねえよ。あれあの人は、ああ、なんか最近八神氏の事務所でスカウトして。海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪い何を言いらっしゃいませ。ありがとうございます。
しい。なあ。なあ。にんにん。まったく。おう。それって。ああ。ん？で。
はい。八神です。いえ。あの、え？それって。マジで？はい。え？なるほど。あの、はあ。いざ尋常に。よろしく。
外したか。少しは手加減しろよ。決める。外したか。よし。外したか。お、決める。よし。敵は虫の息だな。